This is a painting entitled The Annunciation by a painter named Carlo Crivelli in 1496. He was a painter of the same period as Leonardo da Vinci. In the picture, a UFO is drawn in the sky and a ray of light is drawn from the UFO. And the ray goes straight through the wall and reaches the lady's head, who seems to be Maria in the lower right. In other words, this ray penetrates the wall. Repeat. In other words, this ray penetrates the wall. However, the exact same rays flew around in my room on October 24th, 2020. And those rays were flying through my desk as well. I, Hiroshi Hayashi, decided that the ray drawn by Carlo Crivelli and the rays that flew around in my room were exactly the same. これはカルロ・クリベリという画家が1496年に描いた受胎告知と題された絵画です。ダ・ヴィンチと同時期の画家です。その絵の中には空に UFO が描かれ、そしてその UFO からは一本の光線が描かれています。そしてその光線はまっすぐと壁を貫き、右下のマリアと思われる女性の頭のところに届いています。つまりこの光線は壁を貫いています。繰り返します。この光線は壁を貫いていますが、この光線と全く同じ光線が2020年10月24日に私の部屋の中を飛び回りました。そしてその光線も同じように私の机を貫いて飛んでいました。私林宏はこのカルロ・クリベルの描いた光線と私の部屋の中を飛び回った光線は全く同じものであると判断しました。広志林、浜松市、ジャパン。左上がカルロ・クリベレがですね、受胎告知と題された絵画の中に書いた光線ということになります。右下がですね、2020年10月24日に私の部屋の中を飛び回った光線ですと言いますか、物体だと判断していますが、全く同じものであるということですね。偶然このような形でビデオカメラに収められていました。で、比較してみてくださいと同時にですね、私の部屋を飛び回った光線がですね、机を貫いている点に注意してください。右上から左下に瞬間に走り、そして机を貫いています。そして左のですね、カルロ・クリベレの描いた絵の中の光線、まあ、これも私は小型の UFO であると判断してますけども、その UFO もですね、空から飛んできて壁を貫いてマリアと思われる女性のところに届いています。全く同じものだと判断しました。ということはですね、まあ、この日私の部屋に現れたこの光線のような UFO はですね、左のようなカルロ・クリベレが描いたような UFO から発せられたものかもしれないということになります。もちろん左上のようなね、 UFO そのものはですね、私は見ることはありませんでしたけれども、このようなものがですね、私の部屋の近くにやってきて、そして部屋の中を飛び回ったというふうにも考えられるということです。まあ、こうしてですね、私の部屋で起きた現象がですね、尊い過去のちょうどダ・ヴィンチの時代の1496年の、まあ、絵とですね、つながったということになります。続いて私の部屋を飛び回った UFO の、まあ、動画についての検証動画ですね、それを皆さんに紹介します。 Bye for now。
reality or unreality, the human world or the world of God, but which is real or which is unreal? Is the human world real or the world of God unreal? Or is the human world unreal or the world of God real? When we think about the world of God, we get confused which is reality or which is unreality. For example, here is a painting that is said to be a collaboration between Andrea del Verrocchio and Leonardo da Vinci. It is a painting entitled Baptism Jesus. Anyway, there are strange birds and rays in the painting. When we magnify the rays, you see a fine powder of lights is drawn, and rays are drawn not as a single line, but a fine jagged pattern. Why did Verrocchio and Leonardo draw a powder of lights and jagged rays in such a place? Or it is something special? Or does it make no sense? Today, I, Hiroshi Hayashi, would like to try to solve the mystery thinking about which is reality or which is unreality.現実と非現実、人間世界と神の世界が本当はどちらが現実でどちらが非現実なのか、人間世界の方が現実で神の世界の方が非現実なのか、それとも人間世界の方が非現実で神の世界の方が現実なのか、神の世界を考えているとそれがわからなくなる。例えばここにアンドレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作と言われている絵画がある。イエスの洗礼と題された絵画である。それはともかく、その絵の中に奇妙な鳥と光線が描かれている。その光線を拡大してみると細かい光のパウダーが描かれ、またその光線は一本の線ではなく細かいギザギザ模様で描かれている。なぜベロッキオとダ・ヴィンチはこんなところに光のパウダーとギザギザの光線を描いたのだろうか、あるいは何か特別な意味があるのだろうか、あるいは何も意味がないのだろうか。今日はその謎解きに挑戦してみたい。広瀬林、浜松市、ジャパン。ではもう一度最初から画面を見ながら説明します。アンドレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作と言われている絵がこの絵です。イエスの洗礼と題された絵です。レオナルド・ダ・ヴィンチという名前はアンドレア・デル・ベロッキオの名前をバラバラにして並び替えてできた、つまりアナグラムです。それはともかくとして、この絵の頂点にですね、奇妙な固めの鳥とそして奇妙な光線が描かれています。この光線は何かということですけども、この赤い四角の部分をですね、大きく拡大してみると細かい点がいっぱい描いてあるのがわかります。光のパウダーです。私はこの光のパウダーを直接見ています。つまり光のパウダーということになるわけですけども、さらにその光線も奇妙です。大きく拡大してみると一本の線ではなくてギザギザで構成されているのがわかります。で、その光のパウダーについて簡単に説明しておきます。この画像は2020年4月24日に私の書斎に現れた超小型の
UFO です。画面の中から現れて斜め手前左側に、それが飛んでいきます。その飛んでいくときにですね、この白い電子辞書の中に一度潜り込んで、それを通過して、そして外に出てきます。その時にこの物体の後方部に細かいパウダーが出ます。細かい光の粉が出ます。そして空間を歪めながら、そして左下の方へと去っていきます。ここで私は初めて光のパウダーというものを経験しました。私がビデオ日誌を自分で自撮りしている時に、そのビデオの中に偶然張り込んだ画像です。この時約40分間の間に40数回このような物体が現れました。まあ、その中の一つがこの物体ということになりますが、光のパウダーが分かりやすいのでここで取り上げてみました。注意深くご覧ください。今白い電子辞書の中に潜り込みます。そして出てくるときに空間が歪み、そしてその後方部にですね、パラパラパラと細かい光の粉が出ます。ここで出ましたね。そしてそれが左の方に去っていきますが、このあたりで空間がぐにゃぐにゃぐにゃと歪みます。つまり、まあ、これは何かということですけども、私は超小型の UFO と判断しました。そしてその UFO の周辺にはですね、後方部には光のパウダーができ、そしてその周辺部の空間がですね、歪むということです。これはある意味でと言いますか、 UFO の、まあ、大きな特徴の一つということになります。で、ここで光のパウダーというものを経験したわけですけども、まあ、この経験がなければですね、アンドレア・デル・ベルッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の中に書かれている光のパウダーを見落としたかもしれません。で、話をイエスの洗礼に戻します。この絵の中でアンドレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチは光線を描いています。その光線を拡大してみるとですね、一本の直線というよりはギザギザラインであることがわかります。なお注意しておきたいことはですね、この画像はですね、入手可能な画像の中で最も高画像の、いわゆる、まあ、高精細な絵画から撮ったものです。つまり解像度の悪い絵画をですね、無理に拡大するとギザギザラインが入ることがあります。で、左はですね、同じ絵画の中から切り取った一部ですけども、こちらの方のラインはそれほどギザギザになっていない点に注意してください。つまりこの光線はですね、元からギザギザに描かれていたということになります。まあ、その証拠にですね、このギザギザの幅がですね、かなり、まあ、乱れているということですね。で、同じ光線がですね、私のやはり別の動画の中に映り込んでいました。2020年10月24日のことです。まあ、同じようにビデオ日誌をこのような形で自撮りしていたわけですけども、その時に奇妙な光線が何十本かシュッ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 と走るのを目撃しました。で、その一部を拡大してみるとこのような画像になりました。その光線はですね、やはりギザギザになっていて、なおかつ机の板をですね、貫いているのが分かります。その時の動画をそのままここに紹介します。
もう一箇所こんな物体が映り込んでいました。矢印のところに注意してください。10分の1のスローにしてみます。注意深くご覧ください。シュッシュッと走りましたね。もう一度やってみます。シュッシュッと走りましたね。もう一度やってみます。シュッシュッと走りました。これは何かということですね。で、拡大してみて驚きました。注意深くご覧ください。よく見るとギザギザラインであることがわかります。この光には見覚えがありました。もう一度やってみます。よく見るとギザギザラインであることがわかります。そしてこのギザギザラインの光がですね、上から下にシュッシュッと走ったということになります。で、この光に見覚えがあるというのはですね、いわゆる宇宙ステーション STS-80 の中で撮影された光ということになります。Mr. Martin Stubbs writes about this video as follows. STS-80 spacewalks were cancelled as NASA views the jammed door that was supposed to be the cause these flames and field flames or self-luminous UFOs all around the outside of that door.When the shuttle got home, the door was suddenly okay. A $500 million mission failure. STS-80 was a space shuttle mission flown by Space Shuttle Columbia. The launch was originally scheduled for 31 October 1996, but was delayed to 19 November for several reasons.This video was taken by an astronaut at that time. Watch very carefully for the strange little lights flying around. And it was April the 14th, 2019, when strange small lights, very similar to these lights, were captured on the video at my seminar held in Gifu City, Japan.Please compare these two videos. この動画をアップロードしたマーチン・スタップ氏はこう書いています。NASA は STS-80 宇宙でのスペースウォーク実験を中止しました。STS-80 というのはスペースシャトルコロンビアによるスペースミッションでした。打ち上げは当初1996年10月31日に予定されていましたが、いくつかの理由で11月19日に延期されました。その STS-80 ミッションにおいて、おそらくその光とフィールド、つまりそれ自体が光っていたのですが、その光とフィールドによって引き起こされたためと思われる事故のため、シャトルのドアが開かなくなり、50万ドルもかけた実験が不意になったと。その時宇宙飛行士によって捉えた動画がこの動画ということになります。奇妙な小さい光があちこちを飛び回っているのを注意深くご覧になってください。で、この光と大変よく似た光が私が開いている勉強会の席でもビデオに収められていました。2019年4月14日私が岐阜市で開いた勉強会の席でです。この両者の光をどうか注意深く比較してみてください。広志林、Hammamet City, Japan。ではもう一度最初から画面を説明します。これは STS-80 のですね、
スペースウォーク実験の際に撮られた動画だそうです。で、スペースウォークをですね、まあ、宇宙服を着て、まあ、宇宙へ出るという実験ということになるわけですけども、その実験のために、まあ、このスペースミッションがなされたということですが、その時にですね、ドアの外と説明にはありますけども、そのドアの外にですね、このような奇妙な開口現象が起きたというわけです。そして同時にですね、そのドアがジャムで、つまり開かなくなってしまったというわけです。それでその実験は失敗し中止になったというわけです。で、その時に、まあ、こうした開口が取られているわけですけども、今、まあ、右下にですね、去る2019年4月14日に私の勉強会にの席でですね、現れた開口現象をですね、たまたま、まあ、動画に撮られていて、その動画から起こした写真を皆さんにご覧いただいています。その光の様子と左のですね、 STS-80 ミッションの時に現れた光の様子が大変よく似ているということです。で、比較してみます。左が、STS-80 ミッションの時に撮られた写真です。右下がですね、勉強会で、まあ、たまたま撮られた写真ということになります。で、さらに詳しく比較してみます。左上が STS-80 ミッションの時に撮られた写真です。右下が4月14日の勉強会の席でたまたま撮られた写真ということになります。私が首にかけていた集音機の前にその光が映り込みました。で、もう一度拡大してみます。 STS-80 ミッションの時に撮られた開口ということになります。で、こうして見るとですね、ギザギザになっているということがわかるのではないでしょうか。あるいは一本の直線的なと言いますか、線ではなくてですね、細かい線がですね、集まってこのような線を作っているということになります。ギザギザとしているということですね。左下の写真なんかわかりやすいんじゃないかと思います。で、右下が、これが集音機に映り込んだ開口ということになります。ギザギザラインである点に注意してください。で、中央の写真を右に拡大してみました。で、よく見るとですね、ぼやぼやしていますけども、基本的にはギザギザラインのように見えます。つまり私、林浩司は、この両者の光は同一あるいは類似の光と判断しました。まあ、こうした光がですね、つまり開口が STS-80 ミッションの周りに現れた。そして2019年4月14日の私の勉強会の席で現れたということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。
話を元に戻します。左がですね、アンドレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の絵の最上部に描かれている、まあ、奇妙な光線ということになります。中央が2020年10月24日に私のこの書斎に現れた光線ということになり、右がですね、1996年スペースシャトルコロンビア号による STS-80 ミッションの中で撮られた光線ということになります。この3者が酷似している点に注意してください。裏を返して言うと、なぜアンドレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチはこのような光線を描いたのか、あるいは描くことができたのかということになります。まあ、この部分はですね、100歩譲って偶然の一致と考えて良いわけですけども、ではその上の鳥は何かということになります。で、その鳥について考えてみますが、この絵の中ではその上の部分が手だけが表示してあって何も書いてありません。まあ、これについてはですね、別のところで私が証明しましたように、聖なる霊、聖霊、ソフィアということになるわけです。まあ、そのソフィアの手と考えて良いわけですね。つまり光の神と私は理解しています。姿も形もなく、ただ単なる、まあ、光、霊的な存在であるというわけです。あのウォルト・ディズニーがですね、最高幹部を務めていたグノーシス主義、あるいはグノーシス教によるその霊的な神についての説明をですね、ここにつなげておきます。アルトラカルチャーノースティックウェブサイト writes as follows: The Gnostics believed that the world was created by an evil demiurge, usually identified with the Old Testament creator god Jehovah. The true higher god was unknowable, infinite, unchangeable, and undefiled, and had a feminine counterpart, the creative force or Holy Spirit Sophia. 超神秘グノーシスサイトによれば次のようにあります。グノーシス派はこの世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じていたが、真のより崇高な神というのは知ることもできなく、無限で変化することもなく、汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという名前の女神を連れ添っていたと。そして中世の画家たちはあちこちの絵画でその鳥を表現していました。
ここでノースティシズム、つまりグノーシス教について説明しておきます。シェイクスピアもグノーシス教の信者であったということになります。そのシェイクスピアが書いた14行詩の表紙の上にはこのような絵が飾ってあります。この絵の中央に奇妙な動物が描かれています。右はグノーシス派のウェブサイトに紹介されている絵です。その絵の中にも同じ動物らしきものが描かれています。守護神なのか、それとも対立する悪魔なのかは分かりませんけれども、同じものが描かれているということですね。まあ、こうしてシェイクスピアとグノーシス派が、あるいはグノーシス主義がつながっていくということになります。そしてもう一枚、グノーシス主義のウェブサイトにはこんな絵が紹介されていました。最上段、7人の天使がいます。そして7本の柱です。そして7人の聖者ということになります。そして階段も7段です。7にこだわっています。つまりこうした数字は偶然にそういうふうになっているのではなくて、あえて意図的にそのように仕組まれているということになります。そして最上段中央に注意してください。ここには神とそして鳥が描かれています。神と鳥が描かれています。左はベロッキオとダヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の絵です。その絵の中にも同じようなものが描かれていますけれども、手だけしか描かれていません。では誰の手かということですけれども、このグノーシス主義のウェブサイトに載っている絵を重ね合わせてみますと、その上には神がいる、いたということになります。旧約聖書の世界ではエルシャダイイコールヤーウェ、全知全能の神ということになりますが、グノーシス主義のウェブサイトによれば、さらにその上位の霊的な、つまりスピリチュアル的な神、ソフィアということになります。ここで初めて私の一連の動画の中で霊的な神というのが出てきました。他の人が言っているのではありません。シェイクスピア、ダヴィンチ、ミケランジェロ、そしてウォルト・ディズニーと絡んだその構図の中からソフィア、ホーリースピリットが出てきました。超神秘グノーシス、グノーシス派サイト、その中には次のようにあります。無知は奴隷である。知識、それをグノーシス派はグノシスと呼んでいる。もし私たちが真実を知るなら、私たちは私たちの中に真実の果実を見つけるだろう。もし私たちが一緒になれば、それは私たちを満たすであろう。グノーシス聖典と。グノーシス派はこの世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じているが、真のさらにより崇高な神というのは知ることもできなく、無限で変化することもなく汚れのない神を言うが、その神には想像力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという女神を連れ添っていた。真の神はデミウルゴス以前にすでに存在していて、その
デミウルゴスはソフィアによってたまたま偶発的にできてしまい、創造の力を持ちながらも天界から放り出された神ということになる。と。こうした事実をどう捉えるかですけども、あのウォルト・ディズニーもグノーシス主義の支持者、あるいは信者、あるいは最高幹部であったと言われています。これがその証拠写真です。右から2人目がウォルト・ディズニーです。そしてそのウォルト・ディズニーは代表作「ファンタジア」の中で悪魔の山を描きました。どうしてこれが悪魔の山なのか。これはダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の絵ですけども、その中央に全く同じ山が描かれていました。 by 林博士発見です。そしてこの両者は 1+1 でストリックス、つまり魔女であることを示していますが、その中央にこの山が描かれています。つまりこの山は悪魔、魔女の山ということになりますが、それを発見したのも私、林博士です。つまり私、林博士が発見する前にこれが悪魔の山であることを知っていた人はいないということになります。当然ウォルト・ディズニーもそれを知らなかったはずですが、そのウォルト・ディズニーは自分の代表作のファンタジアの中にこの山と同じ山を描き、それをボールド・マウンテン、つまり悪魔の山と位置づけています。これは偶然の一致なのでしょうか。左がダ・ヴィンチの受胎告知の中に描かれている山です。右がウォルト・ディズニーがファンタジアの中に描いた山です。皆さん自身の目でしっかりと見て確かめて確認してください。これは偶然の一致と言えるのでしょうか。あるいは結論ということになりますが、もう一度最初にお見せした絵をご覧ください。これはグノーシス主義のウェブサイトに紹介されている神と鳥です。上に神がいて鳥がいます。同じような絵をベロキオとダ・ヴィンチが描いています。手と鳥が描かれているだけで、その上が描かれていません。で、その絵にグノーシス主義のウェブサイトに載っている神と鳥をこうして重ね合わせてみます。これで辻褄が合います。つまりここに描かれているのはエルシャダイのエホバではなくてヤーウェではなくて、実はグノーシス主義によればですね、ソフィアということになります。さらにその上位のスピリッツ、霊の神、ホーリースピリッツであるということになります。つまり神の中の神、さらにその上位の神ということになります。こうした事実をどう捉えるか、あるいはどう信ずるかというのは、ひとえに私たち自身の個人の問題ということになりますが、無視することもできません。1500年後のイエスの操り人形と判断したダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、そして1600年後のイエスの操り人形と判断したシェイクスピア、そして現代のウォルト・ディズニーが絡んでいるだけに、無視することもできないのではないでしょうか。ということで今日は聖なる霊、ソフィアの話をしました。私の動画の中で繰り返しになりますが、霊という言葉が出てきたのはここが初めてです。で、現実なのか非現実なのか、つまり人間世界の方が現実で神の世界の方が非現実なのか、それとも人間世界の方が非現実で神の世界の方が現実なのか、どちらなのか、あるいはそのように判断することは間違っているのか、いろいろと考えさせられます。 Bye for now.